リカンベント、リカンベントとは自転車の一種である。通常の自転車がサドルに電部を乗せ直立に近い状態で足の上下の屈伸運動を動力とするのに対し、リカンベントはサドルの代わりとなる背もたれ木のシートに持たれるように座り、足を前方に向けた姿勢での屈伸運動を動力とする。英単語の木は持たれかかるという意味の言葉であり、 もたれかかって運転することからその名がついた。リカンベントは、通常の自転車に比べると運転者の着座位置が低く、全面投影面積が小さいことから、空気抵抗が少ない。足でペダルを押す、反力をシートに支えられた腰や背中で受けられるため、脚力の伝達効率が安定している。また、臀部だけでなく腰の広い範囲に体重を分散して、 支えるので長時間の走行でも負担が少ない。こうした特徴により、平坦で滑らかな道を巡行する用途には適している。一方で、立ちこぎ、ダンシングができない構造であるため瞬発的な駆動力を得がたく、運転者の重心を左右に移動させにくい。ためごく低速では不安定である。こぎ方、回転を意識したペダリングやバランスの取り方が通常の自転車とは違うため、 乗り慣れるまである程度の練習を要する。また、こうした特徴から、途半に対する負担軽減は、比較的低く、ギアを含めた調整難度が高めとされている。ただし、上記の通りシートを支えにすることでペダルを蹴る力を高くすることもでき、被害の負担を考えない場合は、坂道でも速度を出すことができる。通常の自転車と同様にクランクから駆動リにエは、 チェーンで動力を伝達するが、車体の前方にクランクが配置されるリカンベントで後輪を駆動すると、チェーンが長くなり、伝達効率やレイアウトなどの点で不利である。前輪駆動を採用している車種もあり、前輪駆動の車種には相ダ輪を後輪とするものもある。国定速で走行してもバランスを崩さない三輪の車種もあり、その中には途半路などでは減速比を大きくして、 低速で登れるように81段の変速機を搭載した車種もある。遠方を含めた前方視界は良好であるが足元は見えづらい。また前後が低いモデルは自動車などから確認しづらいために子供用自転車と同じく後方に旗を立てることが多い。値段は生産量が制限されるために一般的なロードバイクと比較すると高めである。 リカンベントには二輪のものとミワノの,のものがあり、三輪のものはリカンベントトライクと呼ばれ、全一輪のものをデルタ、型、全二輪をオタマジャクシを意味する英語のタッドポールに来たしてタッドポールと呼ぶ。ペダルは前輪より前方、あるいは髪型に位置しているものが多い一方、普通の自転車に比べると前寄りだが、前輪の後方に位置したものもあり、セミリカンベントと呼ばれる。 リカンベントのハンドルは通常の自転車のようにシートより高く運転者の前にあるものとシートより低い位置にあるものとがあるシートより高いステアリングの場合はステムを前方に倒すことができる構造で乗り降りの際に運転者の体と干渉しないようにできているものが一般的であるが一部に固定式のものも存在するシートより低いステアリングの場合は腕の力を使って シートから腰がずれないように姿勢を保つことが容易で、あるが、打角が制限される構造で、操縦間隔が一般の自転車と大きく異なる。や山林のものには、後輪ソーダのものも存在する、角田、サイククルーザーなど。乗車位置の高さにより、ハイレーサー、ミッドレーサー、ローレーサーなどと分類する場合がある。乗車位置が低いほど、全面投影面積が小さく、 空気抵抗を受けにくくなる。ローレーザーの中には地上から十数センチという低い位置に座面が設置された車両が販売されている。一方で、行道などでは自動車など他社から見落とされて事故に至る危険があるため、相手に目立つように旗を立てる必要もある。また、最低地上高が低くなるので路面の凹凸が大きい場合は車体の一部が路面に接触する可能性もある。 ローレーサーより、さらに空気抵抗を低くするため、車体全体をカーボンファイバー製などのスムーズなで折った、ストリームライナーという車種もある。全体を覆うのではなくシートの後ろやクランクの前に、取り付けるフェアリングも市販されている。フルカバーの二輪のストリームライナーは量産されておらず、個人による製作がほとんどである。人力による、 最高速度記録に挑戦する競技用車両はのきなみこのタイプになるが、自動車の車体のようにほぼ密閉されているため、運転者は地面に足をつくことが出ず、発進、停止には第三者の補助が必要となる。また、なるべくフェアリングを平滑にして、空気抵抗を低減するために窓はなく、運転者はフェアリングに設置されたカメラを通して、モニターで前を視認する。 ストリームライナーと同様に、車体全体がフェアリングで覆われているが、日常利用で使いやすいように自立できる三輪とし、サスペンションや荷物スペースなどを設けたものをベロモービルという、数社から組み立てキットなどが販売されている。5おさむき